同種名は、アスカ時代から、奈良時代初期にかけての貴族。生は君または公。神は、生五位した、畜後守る、増十四位した。大法律領の選定に携わる一方、地方官としても、奇跡を挙げ、死後も長く、料理として記憶された。道氏は、大美子命の孫、野主伝心命の後衛とし安部氏の一族を称した、北陸地方の地方豪族。 首名ナはその氏族で、安倍氏との関係から中央に進出したとする説がある。やや先行するが、同族と思われる道いらみ売りが、天智天皇の夫人となり赤王子を生んでいる。ただし、首名ナとの関係は不明。青年の頃から律令を学び、管理の職務に明るかったという、文武天皇四年大法律令選定の皇により禄を与えられた。 立領選定に携わった19名のうち、首名は唯一立領を選集していたとされる。大法元年4月に、右大弁、下付けの駒まろらと共に書簡人に対して新たな例の公設を、6月には、大安寺で、総二例の公設を行っている。和道4年中五石下に乗和道5年9月に、平城経営戦闘5発の剣白木大使に任税られ、10月に、 地味氏、翌は同六年八月に帰還している。同年八月に、畜後守るに任せられ、肥後守るも兼任した。認知においては、人々に制御を進め、工作経営や工地に、果樹や野菜を植えること、鳥や豚の飼育方法まで規定を制定し、自義を尽くした方法を教えた。またしばしば認知を巡行し、教えに従わない者に対しては程度に応じて、処罰を加えた。 当初、人々は内心恨んでののしったりしていたが、収穫が増えるにつれて皆喜び従うようになり、1、2年のうちに国中の人々が皆従うようになったという。またため池や堤防を築いて、灌溉を広め、安定した水筒工作を可能にした。日後国の味生池や畜後国の数々のため池は、首が作ったものという。 この地の人々がその後もこの推理の恩恵を受けて生活が充足しているのは首ナのおかげであるとされた。青木和は首ナが律令を学ぶ傍らで中国の農業省も読んでいたと推定しており、そのために先進的な中国の技術を用いた農事指導、ため池築造を行いたのだろうと述べている。地方官を務める傍ら、和道八年十五以上、 養老二年生ご一したと昇進したが、区後守る罪人のまま同年4月10日即去。認知の人々は、没後首名を祭り、また、管理の任務について語る者は彼を藩として、称賛したという。俗日本記には、首名の詳細な卒伝が載せられており、卒伝の記載が原則として、順任朝以降の、それも4位以上の官任人に限られていた道書においては、例外的である。 これについては、関武天皇在位中に選定された俗日本紀において、首名の出身士族である道氏が、関武天皇の外籍であったため、それを検証する意味を持たせたものとの説がある。後年、首名の孫、道弘持が、上和2年に、東道阿村と改正された際にも、首名の自責が長らく依頼されていたとされる。さらには、首名が没して、 約150年後の上岸7年には料理であったという理由で14下の異界を追蔵されている。中央でのこのような検証とは別に彼の認知であった地区後、日後地域では卒業にある通り後年まで彼が祀られて信仰が続いている。開封相応には首名による子今年が一種秀才されている。 生後石田地区後保日後森道公主名一周年五十六五こと秋、縁一種持縁将棋縁王取り池修水清志番、つばめ銀風関心丸払色驚き昔激彫り、両論今、弁友漁場、香るむしろこの両友追説決宮美生、六国史による。ありがとうございます。